金氏は1834年に、イギリスの画家、J.M.W. ターナーによって描かれた油彩の絵画である。ベルギリウスのアエネイスで伝えられる金氏の総話が描かれている。テートギャラリー所蔵。ジョン・ラスキンによれば、金氏は1823年に、ターナーが制作したギリシャ神話のアポローンとその巫女で、ある、空前のシビュラが描かれた、バイアエワンとの連作である。 イコマ長ユキによれば、ターナーは、クロードロランが描いた、アエネイアスに影響され、アエネイスを描いたとする。1814年には、アエネイアスと、シビュラが、写実的に描かれた、アウェルヌスコアエネイアスと熊江のシビュラを制作するなど、近視以前よりアエネイスをモチーフとした連作を作成していた。また、ターナーは1819年に、イタリアを訪れた際、 ネミコへと足を運んだことをきっかけとして、1828年には、裁縫し、ネミコを作成した。金紙で描かれる湖は、このネミコで描かれた不鮮明な描写に近く、金紙は、ネミコとアエネイスの連作が合流した作風となっている。この絵画には古代ローマの詩人ウェルギリウスによって、書かれたアエネイス第六巻の総話が描かれている。ターナーは、 作品制作にあたり、イギリスの詩人クリストファー・ピットによる翻訳を用いた。総話では、英雄アエネ・アースは暴風に会うために冥府に降りるようとする際、空前の渋ラに、アエネ・アースに冥府に入るには聖書で、禁止を手に入れ冥府の女王、プロセルピナへと捧げなければならないと告げられる。この絵画では冥府への入り口のあるアウェルヌス古周辺が描かれている。 背景中央より右奥には山に囲まれたアウェルヌスコがあり、その手前には六人の踊る女が描かれる。前景左側にはシビュラが描かれ、その右手にはマル人の鎌を持ち左手では金紙を掲げる。右側には松とその根元に二人のラフが横たわる。手前に描かれた蛇は恐ろしい冥府への入り口を示唆する。絵画は美術品収集家。 ロバート・バーノンによってこうに展示されるより前に購入され、1834年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツで展示された。1847年にはロンドン・ナショナル・ギャラリーへと寄贈され、1929年にデート・ギャラリーへと移された。2020年現在でもデート・ギャラリーで収蔵されているが、 展示は行われていない。1890年に発行されたジェームズ・フレイザーの禁止編ではこの絵画に言及し、その風景を読者に想起させている。口絵にはターナーの絵画が用いられ、冒頭では次のように紹介している。ターナーの絵画、禁止を知らない者がいるだろうか。一面の情景を追っているのは黄金色に輝く、想像力である。 ターナーの天雷の精神はその中に、最も美しい自然の風景さえも溶かし込み、変貌させたのだ。小さな森の湖ネミ、古代の人々が、ディアナの鏡と呼んだその湖の夢のようなビジョンである。アルバの丘陵の緑の谷間に描かれた、沈静した水面を目にした者は、これを決して忘れることができない。土手にまどろむ二つの特色あるイタリアの村も、 湖に向かって険しい雛壇をなす。庭のあるイタリアの宮殿も、その情景の静けさを、そしてその孤独さえも、破ることはない。ディアナは、今もこの寂しい湖畔を徘徊し、これら野生の森を頻繁に訪れているのかもしれない。ジェームズ・ジョージ・フレイザー、吉川真、審判禁止編、上より引用フレイザーは、ディアナ神話を取り上げこの絵に描かれた湖を、 小さな森の湖ネミえ禁止を掲げる女を、ディアーナとして読者に印象付けたが、実際のところアイネイスで語られる。この場面に登場するのは、アウェルヌスことシビュラである。ありがとうございます。